よし、じゃあ行きまーす。ようこそ三浦浩一の部屋へ。今日も張り切ってラグビーの話をしてまいりましょうって張り切ってって言ってるんですが、まあ、くっそ寝不足です。結局朝も早く起きなきゃいけなくてですね、昨日の日本戦とか、もうあとはもう大興奮させてもらったアイルランド、ニュージーランドの試合、あと南アスコットランドと、で、イングランド、オーストラリアとか見ようと思ったんですが、やっぱそこまで間に合わず。で、なんといっても自分的に不甲斐ないのはですね、この日本代表の試合を、の途中でダウンしたと。つまり寝てしまったと。嘘だろと。もう朝、まあいくらもこの時間とはいえね、こんなに愛してやまない日本代表の試合をまさか寝るとは、っていうぐらいのちょっと試合でしたが、まあ、もちろん、起きてからも、寝ちゃったところかを見返してですね、全試合見させてもらいました。まあ、とりあえずは勝利おめでとうございますと。ああ、いうことなんですが、まあね、ファンとしては、もやもやしてますよね。この、一番最後に書いたんですけど、沢木さんも、もうこのなんかもやもやしている状態から脱却してほしいと。ああ、このもやもやしてるってことは、まあ、早く言えば、まあ、勝ったんだけれども、まあ、昔だったらね、テストマッチで1勝するたんびに喜んでいいんだけど、もう、日本代表ステージが違うんでね、先週アイルランドにボコられた分、今週ボコり返すっていうことを期待した人っていうのがめちゃめちゃ多いと思うんですよね。まあ、そんな中、ポートガルの、パフォーマンスがすごい光りましたね。で、本当に自信になったみたいで、で、まだ次のワールドカップ行く可能性残ってるから、もうすごく今回の日本戦を経験してみんな自信にみなぎってるっていう、なんかもう敵に塩を送るじゃねえんだけれども、なんか結局ポートガルのラグビー業界を盛り上げたっていうこともあって、まあ別にいいんですけど、で、もうちょっとこれ浜さんとかも言ってんだけど、やっぱ日本のマスコミ優しいっすよね。さすがに僕、アイルランド戦の時は、もう正直言って完敗だったから、どうだと思ったんですけど、今回のこの試合は、もうちょっと、やっぱ厳しく報道すべきなんじゃないかなって、個人的にも思いました。やっぱり、ね、もう本当に、日本で開催されたワールドカップの時から、もう応援してる人は一気に増えてるんで、それに対しても一生懸命期待に応えようと思って、もちろん努力を積み上げてるのは、重々承知ですしね。別に誰一人手抜いてるってわけではないと思うんですけれども、まあただそれがね、プロとしてのもうあれなんで、もう稲垣選手がもう負けたらとことん、いじめてほしいじゃないんだけど、とことん、厳しいコメントをしてくれみたいな感じで言ってるぐらい、もう日本はティア1なんでね、まあ正直言うと、他の、試合を見させていただくと、本当にティア1なのかっていうぐらい、今ちょっと日本が、本来のパフォーマンスを出してない。これが、でもこれが今の実力とは思いたくないんですけど、いまいちだと。ああいうことでございます。じゃあ、どうした日本代表と、元気がないぞと、対ポルトガル戦新勝を見ての一人座談会と、新勝ですね。もうなんとかして勝ったと。最後は山中選手のインターセプトも紙一重で、下手したら相手にトライを取られて、キック入れられて、下手したら、逆転負けっていう可能性も全然あったという恐ろしい試合でしたと。ああいうことでございます。まあでも、まあポートガルの健闘を称えるべきでしょうね、やっぱり。うん。ということでございます。で、もう見た誰もが思ったと思います。日本のペナルティが多すぎる。反則が多すぎると。まあ、一言で言うと、規律の乱れと。いうことで、村上さんが、おっしゃってたのは、解説のね、村上さんがおっしゃってたのは、前回のワールドカップの時に、日本ってこんなペナルティもらってないですよね、と。やっぱここ最近もらいすぎですよね、っていうようなところもありました。で、そこには、いくつか、理由があると思うんですけれども、まずは、ちょっとラグビーって特殊なんですよね。レフリーとのコミュニケーションっていう、で、結構、印象が変わるっていう、なかなか他のスポーツってないじゃないですか。白か黒か。
だけどなんかラグビーってそのね、あのアイルランド戦もセクストンとかもめちゃめちゃあのレフリーとコミュニケーション取ってもうポンポンとかしてましたからね、レフリーにお前何様だよとか思いながら見てたんですけれども、でもまあそういう表現をすることによって結果チームに対して有利なあの方向に行くっていう、まあちょっとこれはスポーツとしてどうなんだっていうことはあるかもしれないですけども、これもあのルールの中の一つだと思ってですね、やっぱりレフリーとのコミュニケーションっていうのが大事だなと思った時に、もう完全に途中から日本代表はレフリーを敵に回しましたよね。だからそこに関して今後で、今まではそこをなんだかんだ言ってリーチがちゃんとやってたような気がしたななんて思ったり、でラブがいる、ラブもアイルランド戦の時あんまレフリーと話してなかったななんて思いながら、でそうなってくると中村亮斗選手がキャプテンだった時英語どのくらい大丈夫なのかなとか、いろいろなんかこれからファンとして見るところが増えたなと思いました。レフリーとのコミュニケーションどうすんのとでいうところでございます。でなんかすいませんね、なんかちょっと暗いんですよね私今日寝不足っていうのもあると思うんですけれども、いやマジでもっと気持ちいい試合見たかったなっていう、いや勝って一歩一歩前に進むのは重要なんですけれどもね。であと僕サークさんのこの言葉がまた印象的だったな。ペナルティの 70% はディフェンスの時に起きるんだ、これって言い換えるともっとボールポゼッションを増やせばいいじゃねえかっていう受け取り方もできますよね。だからやっぱりディフェンスが長くなればなるほどペナルティが増えてくる。もう昨日のオールブラックスもそうですよね。もう ほぼアイルランドが攻めてて、それはね、天下のオールブラックスすらもうあんだけ攻められればペナルティがそれはできるだ出るだろうと、いうことと、あれもそうでしたね。南アとスコットランドも結局後半、南アのプレッシャーにスコットランドがちょっと耐えきれずペナルティが増えると。ああいうことと、あれもそうでしたね。オーストラリア、オーストラリア、イングランドも結局イングランドの圧が、もう80分間来るから、オーストラリアのペナルティが増えるとああいうことです。で、これ本当に浜さんとかもツイートしてたんだけれども、別にみんな好き好んでペナルティなんかやりたくないんですよ。もう女も分かってますよね。だけど、ペナルティせざるを得ないかったり、ペナルティするつもりないんだけど、やっぱすごくプレッシャーがあるから自分は何気にオフサイドの位置に立っちゃってたとか、どうしてもボールここで確保しないと、絶対に球出されたらトライ取られるからオーバーザトップになっちゃったとか、なんていうのかな、好き好んでやりたいペナルティじゃないんだけれども、体が本能的に圧を受けると、自然と、ペナルティをしちゃう自分がいるっていうのは、これはすみません、一応現役やってたものとして分からなくないなっていう感じがします。だからそういう意味では規律をちゃんとしろとか一言で言う問題じゃないんですよね、やっぱね。みんな好き好んでペナルティなんかやりたいと思ってないわけだから、だからそういう意味ではやっぱりコンタクト部分とセットポイントポイントとフィジカルのところでやっぱ圧を受けてると自然と、ペナルティ増えんなということと、やっぱディフェンスばっかやってたらそれはペナルティ増えんなと、ああいうところでございます。で、それとセットになってくるのがキックなんですよね。もうこれはもうオーストラリア戦の時から、ずっと言われてますけれども、キックがただ敵に渡してるだけという状態に今なっちゃってますよね。で、そうなっちゃうと何が起きるかというと、この方程式始まっちゃいますよね。敵にキックばっかしてるから、で、しかも機能的なキックをしてないから敵に渡しちゃう。ということはまたディフェンスの時間が増える。で、セットポイント、ポイントで圧をこっちからかけるんじゃなくて受けまくから、それはペナルティ増えるよねっていう、この構造がジュングリムングリになってんなと。ジュングリムングリっていうか、すべてが繋がってんなと思います。で、一つの解説、解決策として、サークさんが言ってるのは、
もっとボール持ってばいいんじゃないかということ。もちろん、試合前にこのエリアではこうしようとか、ああしようとかいうのを、多分ルール決め事やってたかもしれないんだけれども、やっぱそこは現場じゃないんだけど、その、グラウンドピッチに立ってる選手たちが、やっぱり臨機応変に対応していかなきゃいけないんじゃないかと。で、それが、日本で行われたアイルランド戦ではまさにできてたと思うと。まあいうような話もあってですね。で、僕のなんとなくの印象なんですけど、なんとなく3分の1はって書いたんですが、これまあ、一ファンとして、一ラグビー視聴者として思うのは、その、ハイパントだったり、ボックスキックだったりで、その、エリアを取りながら、ボールを獲得したいっていうキックに関しては、もう、まあ皆さんご存知、沢木さんも昨日言語化してましたけど、もうそういうキックはもう2つしかなくて、1つはもう、コンテストするようなキック。だからつまり、蹴ったのをそのまま取れるようなところのキックが1つ。もう1つは敵に渡したとしても、敵が取ったとしてもすぐにディフェンス、タックルで倒せるようなキックをすることによって、ブレイクダウンプラス、ターンオーバーをする。この2つが、やっぱりその、ハイパントとかボックスキックの狙いだと。ただ単にエリアを取るキックだけじゃなくてですね。で、そのキックが、僕の印象なんですけど、とはいえやっぱ難しいと思うんですよ。やっぱボールをコンテストするとか、で、また再確保するとか、で、取った後いきなり倒して、バーって、ターンオーバーするって、結構僕自身やってみて思ってるんですけど、そんな簡単じゃないんですよね。だけど、なんとなく他のアイルランド、南アフリカが一番わかりやすいかな。南アフリカとか見てると、3分の1ぐらいはそれができてるんですよね。だからつまり、ボックスキック、ハイパントキック、3回に1回は、先ほど沢木さんがおっしゃった、自分たちでボールを確保する。もしくは相手に取らせるんだけど、もう1回奪い返すみたいな、効果的な、僕、3分の1ぐらいの確率がないと、ただ単にそのキックっていうのは、相手に渡してるだけで終わっちゃうんじゃないかなっていう気がします。そうなってくるとまた先ほど言ったみたいにディフェンスの時間が増えて、またペナルティが増えるというような状況なので、もうこれオーストラリア戦からこれもね、みんな思ってるところなんですけども、誰だっけ、ある方が YouTube で説明してくれたんだけど、やっぱりキックのチェイスとか、あと戻りとかが日本はやっぱり海外のチームに比べて圧倒的に意識が低いと、まあいうような YouTube を見つけて、なるほどなんて思いましたけど、まあ戻るの大変なんだけどなとか思いながらあれなんですが、で、そんなような状況でもやもやしてる時間が続いた試合でございました。で、ポルトガルの伸び伸び、先ほどもお伝えしましたが、もうポルトガルは選手たちがここまでやってくれるとは思わなかったっていうコメントもありましたね。伸び伸びした独創的なラグビーで、正直言ってまあ悔しいけど、いいプレーしてんな、いいラグビーしてんなって、ポルトガルの方がいいラグビーしてんなって思えるような試合でした。で、トライもたったの1本差なんですよね。で、本当に松田くんの、松田選手のキックが絶好調だったんで、もういる端っこからも遠くからもガンガンペナルティーゴール。まああれ、だからペナルティーゴールを狙わず、もっとトライ狙ってたらトライ数増えてたかもしれないんですけれども、まあ結果、まあ、19位ですよね、世界ランク。にトライはたった一つと。なんですが、ここはアウェーの洗礼を乗り越えてほしいということで、やっぱアウェーで勝つのっていうのは大変なんだなと思うと、やっぱブライトの奇跡もアウェーじゃないんだよね。だからそういう意味では完全アウェーに強豪国ティア1に勝つっていうのは本当に大変なんだなと思って、だから次のスコットランドとかもめちゃめちゃ大変だと思いますが、やっぱりいろんな意味でスコットランド戦がとても重要になってくると、今の日本ラグビーのポジションがもう、さすがに、アイルランドに、いろんな意味で僕ら、まあ、ただ、セクストの、100キャップ記念とかね。で、ポートガルに関しては、まあ、レギュラーをちょっと、スタメンをちょっと、新しい選手を入れたとか、いろんな言い訳が、ちょっと、できる中、僕、スコットランドに関しては、多分もう、言い訳何もできないと思うんですよね。
あ、疲れてるとか、いや、そんなこと言ったらスコットランドとかもう南アフリカとやってますし、スコットランド、その前アルゼンチンやってますから、強度の方は全然スコットランドの方が、えぐいので、そういう意味では疲れたも原因にならない、理由にならないっていうふうに思うと、皆さんもうちょっと、またワウワウに戻りますが、もうスコットランド戦マジで重要だなと、思ってるんで、ま、毎回重要だ重要だって言ってるんですけど、もちろん、結局そうなんですよ。数少ないから全試合重要なんですよ。だけど、重要の意味が違うっていうか、やっぱりポルトガル戦の重要度っていうのは、やっぱ新しい選手たちがどんだけ活躍するかっていう重要度があると。いうところと、アイルランドに関しても、は、やっぱりアウェーで、格上相手にいくらワールドカップで勝ったとはいえ、ライオン戦の後も負けてるわけだし、で、もう、フルスタメンで来てるわけだから、まあ、そこにどこまでやれるかっていうようなところが、で、重要な試合じゃないですか。で、スコットランドに関しては、もう、すごく強くな、もう、誰もが言ってますね。解説者の栗原くんも言ってましたし、もう、こっちの沢木さんも言ってましたし、もう、わかりやすくスコットランドは強くなってると、いうようなところなんで、この、ただ、そのスコットランドも南アフリカにやっぱ及ばずとかだったりするので、まずはこのスコットランドに勝たないことには、多分ですけど、ワールドカップの、予選リーグ突破っていうのは難しい、現時点で難しいと言わざるを得ないかなという気がしますので、スコットランド戦とても重要だと。で、最後、沢木さんの言葉、まあ、なんかね、もう開き直って思いっきりプレイしてほしいっていう、いろいろね、僕みたいにこうやって、偉そうに全然自分はプレイしてねえし、で、ね、一流のプレイなんか知らないくせに、やっぱ見て、悔しいし思うことがあるから言うやつもいれば、まあ、ジャーナリストに関しては、まあ、これからちょっと厳しい記事が多分上がっていくような気がするんですけれども、まあ、そういうふうにさらされて、なんだ、結局、あれは日本で開催されたラグビーだからまぐれだったんだ、みたいなこととかね、いろいろ厳しい言葉受けると思うんですけど、でもそれが僕はプロだと思うんで、だからそういう問題とか悩みとかいろいろな今の状況の問題を全部受け止めながら開き直って思いっきりプレーしてスコットランドに勝ってもらいたいなと思いますが、かなり大変だと思います。うん、今の状況で言うとグー君とかの怪我もね気になるし、まあで、まあせっかくなんでね、いいところって言ったらやっぱ中野くんに可能性をやっぱみんな感じたんじゃないですかね、あのセンター。うん。で、サンウルブズの時から、あと、代表の最初の時から、中野くん結構ウィングでやってたんですけど、もう完全に、なんか、村上さんの言葉だと、ジェイミーはもうアウトサイドセンターでもう考えてるっていうことでした。まあね、あと、まあ、リーチは、でも、まあ、あれ、しょうがねえな。本当に気合入ってたから。うん、でも、しかもね、わざとじゃねえし。まあ、そんな状況を持ってですね、寝不足プラス、もやもやしておりますが、でもね、やっぱりちゃんとアウェーで勝った。だけど、申し訳ないです。もう本当にこれ、麻薬理論で、もう、それじゃもうね、僕ら満足しなくなっちゃってるんですよね。もう本当に気持ちよくボコってほしかったなっていうところが本音なので、まあそこはすいません、三浦の本音を三浦のチャンネルなんで言わせてくださいということでございます。楽しみにしてたテストマッチシリーズも、次でラストです。本当にみんな週末寝不足だと思いますが、僕と同じくね、ただまたしばらくないので、心の底から楽しみましょうということで、お付き合いいただきありがとうございました。勝利おめでとうございます日本代表、だけど僕らファンはこんなんじゃ満足しねえぞということで、引き続き応援していきたいと思います。それではお付き合いいただきありがとうございました。レッツラグビー。